はい、こんにちは、高井根です。皆さん、仕事ができる人はなぜ筋トレをするのかっていう本を読んだことありますか？僕も昔読んだんですけどね、内容は、あんまりはっきり覚えてないですけど、その本について書いてあるサイトを昨日たまたま見たんで、ちょっとこのことについて話していきたいと思います。で、ここジーナにもね、お金持ってる人、仕事ができる人、成功している人がね、たくさん来ます。で、そういう人たちって、会社では一番偉いわけですよね。経営者の人とか会社では一番偉くて、いい車にも乗ってて、ただ例えばスポーツをしたりとか、銭湯に行ったりとかするともう裸一貫なわけですよね。誰も自分が偉いと思ってくれない。プレーが下手だったら誰も良くしてくれないですし、銭湯に行って太ってたらやっぱりちょっと変な目で見られるというか、会社にいる時みたいにね、尊敬された目で見られることはまずないと思います。で、成功した人がやっぱり最後にたどり着くのっていうのはそういうとこだと思うんですね。もう仕事は別にする必要がなくなってきて、いろんな趣味の世界にね、入っていくと思います。で、趣味をしてるとやっぱり自分が一番偉いわけじゃないんですよね。会社では偉いはずが、他のことをすると一番下っ端だったりするわけですよ。そうすると、あ、やっぱり体を鍛えなあかんということになってきて、結果的に仕事ができる人は筋トレをやるようになるわけですね。これはもう時間もお金もあると最後たどり着くのは自分自身やっていうところやと思うんですね。で、そこで、裸一貫の自分であっても評価されるような自分になりたいと。まあ仕事でも成功してきた人なんで、やっぱり筋トレでも成功して、自己実現を果たしていくと思います。そういうことが本に書いてあったんじゃないかなと、今振り返って思ってます。なので筋トレが好きな人が仕事ができるとかね、そういうわけではないです。結果的に仕事ができて時間があってお金が あると趣味をやり始める。趣味をやり始めると、もっと自分を高めないといけないということになって筋トレをやるということですね。だから勘違いしないでほしいのは、仕事はできないから筋トレを頑張って仕事ができるようになるわけではないです。仕事は仕事で一生懸命頑張って自分の時間とお金を作ったら、結果的に他の趣味をやることになって筋トレもやることになって、仕事がうまくできる人っていうのは効率的に何でもできる人なんで、筋トレもうまくいくと、そういうロジックになってると思いますので、ぜひ勘違いしないように本を読んでみてください。以上です。